テーマでグーッとこう減速する人、うん、でプロは特に飛ばし屋の人はこっからわーってこうスピードが上がっていくんですよ、はい、加速させるというよりはフィニッシュをちゃんと取る。あー、OK、おーゴルフ業界を盛り上げようということで始まりましたチケラーゴルフ。いいですね、ありがとうございました。レッスンといえばあの方なんじゃないでしょうか。いや、もう私の師匠。そうだよね、はい、そう、私の大先輩でもある、はい、内藤裕二プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は内藤裕二プロに、はい、あのレッスンをしていただこうと思います、はい、それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではチケラー伺いたいのが、はい、あんまり聞いたことないんですけれど、フォロースルーなんですよね。うん、でフォロースルーって結局もう打った後で脱力してるような感じのイメージがあるので、うん、なんかもう惰性というか、こうなんか行き当たりばったりでここに来るみたいな。あんまり考えたことない。全くあんまり考えたことない。もうむしろ打った後だから、うん、まあいいかみたいな。いや、まあ、当たって飛んでってるし、うん、あとはもうなんとなくここに来るみたいな。うんなんかみんなここにあるから、まあ、ここかなみたいな。そう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 。まあ確かにね、プロの中には結構打ったらそんなにこうピタッと止めない人もいるから、うん、あの絶対フィニッシュはこの形でなきゃいけないっていうものはないですけど、はい、ただやっぱりこう体をこう躍動的に使って効率よく使っていくためには、まあ、こういう風に動かすのが一つのすごくいい方法ですっていうのはあるので。そ, うん、それをやってもらったらいいですね。はい、それをちょっと教えていただきたいです。はい、わ、はい、かりました、はい、よろしくお願いします、はい、失礼します。何のためにフォローするってそもそもあるんですか。何のためっていうか、あのセーフプレーがバックスイングにこう回るじゃないですか、はい、回って綺麗にこう、まあ、スパイアングって前傾して打たれたまま回って、はい、これがそのままアークが大きいままぐーんと回ってくるのが理想ですね。やっぱりこの背骨に対して綺麗にこうねじれるっていう。そうですね。だからこっちはでもすごいみんな考えてここまで考えるけど、こっちはあんまり考えないっていうのは、まあ、打った後だから、はい、ただここからここまでっていうのは同じ動きでこういうふうにこうスパイラルが保たれたまま体がねじれてっていう動きが理想的なんで、はいはい、でこれがなかなかこっちがうまくいかない人が確かに多いのは事実。うんうんうん、でこれがうまくいけばこうジェットコースターみたいにここからこうわーってこう加速しここから加速していったものが、はい、一気にわーっと解放していったわけですよ、はい、こう半回りみたいな感じでこう、こう回してわーって投げるときに、はい、こっちにわーっと加速させるじゃないですか、はい、これが多くのアマチュアゴルファーの人ってこれスイングコンピューターで見るとトップからインパクトをかけてスピードがここで上がるんですけど、ここからインパクトとインパクトぐーっとこう減速する人が多いです、うん、でプロは特に飛ばし屋の人はこっからうわーってこうスピードが上がっていくんですよ、はい、でこの理由っていうのはフェース面をインパクトにちゃんと合わせようとか、うん、あのここでちゃんとこうインパクト強く当てようとか思うとこっち行かなくなっちゃう、うん、だけど本当はこの辺から萩原さんここでこうギュッとこう、はい、まず折り込んだところからこっちまでわーっと解放させて、でぐるーっとそのままこう体が最後まで回っちゃったら減速しないで一気にいっちゃうじゃないですか、はい、で運動っていうのは全ての運動が貯蓄と解放でできてるって言われてて、はい、要は貯蓄解放なんですよ、はい、そのパワーを出す全部貯蓄と解放、はい、パンチ出す全部貯蓄解放、あー、うん、だからもう全てのパワーは貯蓄と解放でできてる。ではその解放が止まらずいけば、解放止まらずいけばスピードは減速しないで、萩原さんのこうパワーが全部ボールに伝わるっていう、だから加速しながらあの打つためにはフォロースルーとフィニッシュがちゃんとできていることが逆算するとすごい大切なんかちょっと怖いんですよね。あのなんかたまにすごい触れちゃった時とか、うん、なんか勢いがつきすぎてなんかちょっと怖いんですよ。なるほど。あ、でもブーンってなんかどうですか？振られてる感がすごいあって、んなんか
だからそのためにやっぱりこの腹筋にしっかり力を入ってて、軸に対してバックスイングフォローするっていう形がないと、ずれながら速く出ちゃうとやっぱりここに凝縮されないし、そもそもだし怪我するってこともある。だからなんかスピードがなんかの滑りとかでこうやった時にスピードが出すぎてもう軸がすごいブレちゃってよろってなっちゃう。それはね、確かにすごく大切です。特に女性は、女性はブレやすい。例えば男性は多少ブレてても体が強いからなんとか保てるけど、女性はそのまま振られちゃうんでね。だから女性の方がしっかり軸を保ってて、やってこう軸回転してる方が、やっぱり女子プロと男子プロでいうと、男子プロの方がこうフィニッシュを打つ、少しずれながら打つ人いるけど、女子プロってやっぱりみんな綺麗に打ったと思いますよ。やっぱり女子プロの方がやっぱ軸がしっかり出来上がってないとスピード上げれないっていうことですね。ずれながらだともう保てないパワー、やっぱりこう男性は力が強いから多少こうずれながらでもこうセンター保ちながらバンと当てれるけど、女性の場合やっぱりここっていうちゃんとこうパワーを出すポイントに対して軸をキープしておかないと、ずれちゃうともうスピード出なくなっちゃう人が、特に上げるときは楽しいです。そうだからなんか自分の止まれる範囲でなんとなく振るみたいな感じになっちゃう。女性多いですよね、なんかこう緩い振りしてる人、それがこうビーンってなってたらかっこいい。そうですよね、まあ、なんかそれだけでうまそうに見えますよね、なんかフィニッシュピッと振る。確かに前の組でね、後ろの組、女の子が待ってんだなと思ってビューってフィニッシュ取ってセカンドショットとか打ってたらすげえうまいって言うのがあって、それだけでも思うでしょ。これは本当にそうなんですよ。例えば朝スタート前に朝ごはんとか食べてる時とかに、ティーグラウンド1番ティーとかがすぐそばに見えるコースがよくあるんです。はい、こう何とか見るでしょ。見ます見ます。フィニッシュ取れてる人何パーセントいます？確かにこう2組に1人くらいじゃない、わかんないけど。いやそうでしょ、結構自分もそうですけど、なんかこうやってああみたいな、ちょっと一歩ぐらいこうなっちゃう時とか、これとかこうとかいろいろちょっとこうなってこうなんかちょっとごまかしてみたいな感じちょっと私もそうなっちゃう時はこうやってなってなんかこうとか、もうなんかすぐティーみたいな。もしね、その朝ごはん食べてってそしたら来てバンって構えて、なんとなくスッスッって構えて、こう力みせずにパチーンってフィニッシュ取ってティースッて拾っていったらすげえ上手い人だって思いますよね。だからフィニッシュ取れてる人は上手い人なんですよ、それだけで。だからもう要はパチーンってフィニッシュ取って、ここでこうなんか球を眺めて、ああフェアウェイ行ったなみたいな感じでティー拾って、でじゃあ行きましょうかみたいな感じでこうセカンドして歩いていったらプロか、うん、覚えてるんですか。だそれだけで、もしそれで帯びてても絶対プロかなって思うかなってちょっと思っちゃう、今としか見てないけど。そうそう、だからそういうそれだけその力の入れ方、貯蓄と解放が、はい、プロはうまくいってる、毎回うまくいってる。だからプロは足外れる人もいるけど、外れててもかっこいいじゃないですか、パトリック・リードとか足こう曲がってるけどみたいな感じで見てなかったら分かんない。アマゾンかさすがにちょっとこうずれるけど、でもなんかあ、なんかのためにやったんだなっていうだけです。むしろ真似しちゃいますもん。ああやってわざとやってさ、あれだったら飛ぶのかなみたいな。だからかっこいい、だからかっこいいってことはこの貯蓄ポイントと解放ポイントがちゃんとできてる。ちゃんとできてる。だからこうちゃんとできてない例っていうのは上がって、こっからベースをこう一緒に回せて、ガッてて、ふわって。そうすると、こう飛んでる感じ全然違うじゃないですか。で、こっからこうスッと構えて、パーンって振ったら、なんか、ピューって加速して、あ、飛んでるなっていう、この加速、貯蓄ポイントと解放ポイントと、この加速し続けられるっていうのが、ホールスイングの飛距離を出すためにすごい大切なポイントなんで、で、それがフィニッシュがちゃんと取れるとか、フォロースルーがきちんと取れるっていうのは、正しい形を取れるというのは飛ばすためにすごく大切だし、フィニッシュがきっちり取れるというのは球も曲がってないことがほとんどですから、そういう意味ではフォロースプーが良ければ全部いいっていう逆算して考えられるということもあるから、
ら僕らあれですよ、フィニッシュだけ教える時もあるんですよ。えないですか、教わって。だから要はかっこいいフィニッシュすれば逆算してできるじゃないですか、はい、逆算か。特に女性には、男性みたいに力がないから、腕力がないから、男性はこうここで終わっても200ぐらいで、で女性これじゃ多分100ちょっとですね、100ちょっとで今度全然全然いいですけど、それが女性の場合はフィニッシュ取れるだけで飛ぶんですよ、加速できる、だからフィニッシュだけ教えるっていう、その人によって、ここまで加速してないとボールのところでマックスの加速で当たらない。そう、そうです。だからその加速し続けながら当たらない。だからじゃあちなみに後でちょっともうちょっとやりますけど、最初に形だけ作ってみて、ちょっと一回構えてもらって、ドライバー。ドライバーね。はい、でもそうか。結果良ければ家庭の良しとかね。あ、そうです、そうです、そうです。今はフィニッシュを作ることだけ、とりあえず考えてもらって、はい、一回ちょっと正しい。スイングをまずバックスイングからこうスーッとで、こっからダウンで、しょ、で、ちょっとボールがあるところで、はい、で、フォロースルーで、こっからブーンって、はい、おー、結構高いね、いつものなのちゃん、はい、結構回ってます。そう、で、ここ覚えてるところですよ、はい、で、ちょっとスルリ自分でやって、で、今のフィニッシュだけ、はい、そこそこそこ、ここ、そこ、はい、で、もう一回ビューンとって今のところ、そう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 、あ、いいじゃないですか、覚えてる、はい、うん、これ今、はい、ここにクラブ見えるんですけど、はい、いいですか、もうすごくいいです、はい、すごく見えるんだ、見えます、はい、見えるところまで回したことない、はい、こんなに右肩がこう出てくることもないです、ないです、こう触れない、あんまりだいたいこういう感じの人が多くて、この辺にいる方がいる、始まる、これだとグーッとここまで右肩が前に出て左肩が後ろ、うん、はい、石川遼君みたいな、フィニッシュ、確かに、確かに石川遼君すごい回ってます、それこそあの渋野さんとか頭回ってるかも、解放、そうそうそう、解放、解放がピタッと来てれば途中もバランス取れてるってことになるので、インパクトポイントとかもそんな悪いはずがない、はい、だからフィニッシュだけ教える場合はフィニッシュを意識してれば結果的にこの道中も、そうです、そうです、軸もぶれずに、はい、で女性の場合は当てにいっちゃうと全く飛ばないから、うん、加速させて設定もらうっていう、加速してもらうためにはフィニッシュをここまで振るって思えばここも加速しますよ、うん、それでフィニッシュ、でフォローも後でやりますけど、はい、まずフィニッシュ、もう一回やっぱり素振りで今のフィニッシュだった、えっ、かっこいい、触れてるわ素振りすごい、はい、もう最初のちゃんと全然知らないですよ、ね、おっ、びっくりした、お今走っても違うすごい音鳴りました、1回素振りでフィニッシュ、はい、はい、そこで止めて、え、結構高い方がいい、低い方がいい、結果的に高くなりますね、あ、すごい、そう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 、すごいよ、すごい、すごい、こんな回ってる、すごい、おー、綺麗、はい、すごい回るね、すごい出てるでしょ、あの、はい、加速させるというよりはフィニッシュをちゃんと取る、ああ、はい、そっか、フィニッシュを取る、はい、フィニッシュの形をイメージして、あとはもう途中は今一回忘れて、はい、フィニッシュの形だけ考える、はい、はい、おお、かっこいい、うん、ピッて止める、そんなに回ってる人は、うん、5組に1人もいないそれでピッて止めてる人ね、いないね、多分
多分一日中いないと思うぐらいすごい。だからそれだけまずかっこいいし、でかっこいいってことはもうそれだけもう機能美みたいなのもううまくいってるってことです、うん、だってそんな綺麗なフィニッシュ取ってるのに下手なはずもない、うん、だから途中も絶対いい、だからフィニッシュだけ教えるっていうレッスンもあるんです。あ、はい、でも途中考えすぎちゃうから多いんだよね。あ、はい、なのでやっぱフィニッシュだけと途中忘れられるので、うん、そうするとすごいうまくいく場合がある。へ、はい、自然と、はい、でもう一回だけいきましょう。はい、オッケーオッケーオッケー、うん、いやこれボットにもう一回少しドリルやってもらったらもっとできます。へえ、うん、ドリルですね、はい、ドリル、はい、これでこれちょっと取って、ナイトプロ最近、はい、IGTV とかすごい、はい、やってるの見てます。はい、自粛期間はい、一人で何でもやることがあって、はい、一人で思ってたんですけど、はい、IGTV ではやろうかなって、三脚でカメラをつけて一人でやって。あ、そうなんですね、はい、結構上がってますよね。もうほぼ毎日ですね、1日1本上げて、大好評ですよね。なんかすごくすごく好評を、はい、いただいてるので嬉しくなって、はい、そのまま続けて。わかりやすいです。確かに短くて分かりやすいみたいな。3分ぐらい。そうですよね。サクッと見られて、そう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 、練習場とかでもこれ見たらこれやってみようみたいな感じで、すぐできる量ですよね。そうですね。お手軽に誰でもできるっていうのが一応テーマ。はい。ということで、ナイトプロのインスタグラムを概要欄に貼っておきますので、よろしくお願いします。なおちゃんのも、はい、インスタグラムで、はい、お願いします。この動画が良かったなと思った方、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。